皆さん、毎度ニューヨークでビール飲むりやってるよしです。Hello, everyone. ビ,ビア飲むりやいいニューヨーク。本日もやっていきましょう。2 minutes beer talk、えー。今日のお題はセント・ベルナディスです。皆さんはこのセント・ベルナディスというビールをご存知でしょうかベルギーのですね、まあ、世界一のビールとも言われているトラピストビールの一つ、えー、ウエスト・フレッテレンとすごく関係があります。 もともとですねウエスト・フレテレンからライセンスをもらってですねビールを生産、まあ、ビールを作っていたのがこのセント・ベルナディスです1992年にですねそのライセンスの契約が終わりそこから彼らの新しいブランドのビールを作り始めましたなのでですねセント・ベルナディスはですねそのウエスト・フレテレンで使われている同じ工房や原料を使ってビールを作っています とても美味しいビールなのでぜひ皆さんにも飲んでいただきたいビールの一つです、えー、自分もですね2本ほど、えー、紹介動画あげてますんでそちらの方ももしよかったらご覧くださいあと自分は行ったことがないのですが東京にもこのセントベルナルディスをなんか専門的に売っている、えー、レストランバーがあるそうなんでもしよかったら行ってみてください、えー、僕も日本に帰った時は行きたいなと思っておりますそれではまた